ライン川のほとり、支流にあたるモーゼル川の、さらに支流エルツ川の川岸の崖に、とてもドイツらしい美しいデザインのお城が建っています。名前はエルツ川そのままにエルツ城といいます。イギリスにも各地に中世の城が原産しており、それらの原料は王宮として使われているものから廃墟と化したものまで様々です。ここで紹介するボディアム城は比較的小規模ながらも、その姿の美しさから人気のある城の一つに数えられています。アイルランド国立公園キラーニーロス城の観光スポットの中では間違いなく特別な注意に値します。古城美しい湖のほとりレーン、キラーニーの3有名な湖の一つに位置し、一般に公開されています。ウォリック城はイングランド中部ウォリックシャーのウォリックにある中世の城、エイボン川に望む崖の上に立っている。元はアングロサクソン人の砦で914年建築があった場所、またはその近辺に1068年ウィリアム征服王によって建築された。17世紀初頭まで軍事拠点として使用された。ウルトヤーマ城ポストイナ鍾乳洞から10キロ余りの山奥にその城はあった。城と断崖絶壁と鍾乳洞、見事に融合しており絵になる場所だ。ディープ城です。多くの戦いはアイルランドのルールのための闘争がアイルランドの城で行われた。暴力と流血は多くの命を奪い、多くの伝説を残しました。城の幽霊の一部は戦闘に関与していたものもあります。中休みは有名な雲間のマッターホルンです。リンディスファーン城はイギリスノーサンバーランド州にある小島、ホリーアイランドとも呼ばれ、潮が満ちると島となり、干潮になると土手道で本土とつながる。1日2回の満潮がある。イギリスアイルランドバークス城です。イギリス北部スコットランドの奥地にあるネス湖のほとりに立つワーカート城は、1228年、スコットランド国王アレクサンダー2世の息子アランが作った。キャッスルホテル旧修道院跡にあり、美しいコンビ川までわずか数メートル、スランディドのゴルフクラブまで車で10分以内、コンビ城までわずか300メートルです。グラームズ城、スコットランドグラームス村にある城、ストラスモア伯爵夫妻の居城であり、一般に公開されている。ジョージ6世妃エリザベスが幼年時代を過ごした城である。彼女の次女マーガレットはこの城で誕生した。ノーザンブリアの王の住居だったバンブラ城は、イングランドのどの城にも勝る立地にあると言えるでしょう。ノーザンバーランド海岸を望む岩場の大地の上で、9エーカー約1万1000坪の敷地面積を持つこの城は、遠くまで広がる砂浜を見下ろしています。公園シュバンガウ城、フランケンシュタイン城は、フォン・フランケンシュタインによって13世紀以前に建てられた。かつては相当の大きさの要塞であったが、現在は2つの塔と礼拝堂を残すのみとなっている。1996年にアニック男爵イブ・ドビシーがスコットランド人の侵入を防ぐために建設を開始した要塞が起源である。1996年にアニック男爵イブ・ドビシーがスコットランド人の侵入を防ぐために建設を開始した要塞が起源である。コークの町から20分ほどのブラーニー城というお城、15世紀マンスター王コーマックが築造した大変人気のあるお城です。イギリスの元首相のチャーチルもここに来たという。